上半の狼でございます。2020年5月の9日でございます。スターウォーズシーズン2の第2弾やってまいりました。でこちら、2体、噂では今月6体出るとかいう噂だったので、もう1体どっかで出てくるのかなと思うんですが、とりあえず2体出てきたのがアナキン・スカイウォーカーとパドメ・アミダラ。アミダラ聞いたことあるよ、両方とも期間限定でございます。早速狙っていきたいと思います。2体なので重々の60万コイン使っていきたいんですが、62万しかございません。これを引くと貧乏生活突入ということでございます。取れてるね、取れてるね。早速いくよ。さあ行くぜ。ちなみに、リストまずリストから、確率ズキュン、おお高いじゃん、行くんじゃない、両方取れそうで、マイツムはもちろん、はい、時代力でございます。さあ行きます。1本目、ゴー。これは順調に取っていきたい。せいせーの、ザース。おお、よしよし、オッケーオッケー。でですよ、確率がちょっと低い、なんだっけ、アナキンでございます。アナキンみたいです。うおお、大統領、うん、まあ、まだね、まだね、20回引けるからね。さあ3回目、せーの、ザース。おお、ジェダイルーク、アナキン、誰かいたな、アナキン、せーの、ザース。ヤンゴイスター、ヤンゴイ、もうちょっと狙ってみようか。とりあえず10回時代行ってみようか。せーの、ザース。おー、ちょっと、危ない、スマホが、よし。さあ、ヤンゴイスター連続って珍しいよ。せーの、ザース。誰、フリップ。丸っこいのもいいな。さあ来い。いやー、出る。ちょっと貧乏生活に、おー、入るからね。丸っこいのもいいな。さあ、行きます。とりあえず10回ね。せーの、ザース。おー、違うな、おじいちゃん。まあ。さあ、行きます。あと2回ね。せーの、ザース。ほう、やべえ、来ないぞ、ちょっと待って、待って、変える、アナキンいたよ。これか、違う、アナキンってどれ、レイ、関係性がよくわかんないけど、とりあえず行ってみよう。せーの、ザース。おお、来た。やっぱね、女性に弱いのね。さあ、行こうぜ。じゃあ、このまま行こう。とりあえず取れれば OK。せーの、ザース。ムーラン。ムーラングッバイ。よし、来た。ちょっと足していきたい。下げます。せーの、ザース。おーし、よーし、いいんじゃない。レイ順調。どっちの方が、いや、なんか必要粒数なんかすごい多かったな。重たい粒だね。せーの、ザース。足していきたいね。せっかくならどうせ出るんだったら3ぐらいまでいきたい。せーの、ザース。おお、ハゲチョビって言うと怒られたな。メイスウィンドル。なんかタワーオブテラーでいたよね、この名前ね。セロザス。おじいちゃん。おじいちゃん順調に年取ってるな。年取ってるね。大丈夫かな。さあ、怖い。あと何回？あと5回か。せーの、ザス。おー、ここでクリスト。いや、あと4回しか引けないのか。ちょっとなんか、おし、ちゃうな。どうだっけ、これだ。これ行ってみよう。意外といくかもしんない。ゾウ、セーロザース。おー、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 
来たぜ。どんどんグッバイ来るね。でもあと3回しか弾けない。来い。せーの、ズバス。おーし、おーし。もう1個ぐらい欲しいな。必要通数22ってすごくない？すごいよね。さあ、来い。行くぜ、ゴー。せーの、ズバス。おー、おばあちゃん。おばあちゃんね。よし、よし、ラス1。ラス1。お願いします。せーの、ズアス。おー、まあ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 、いや意外と出なかったな。ちゅうわけで、新ツムが、アミダラ2個かで、アナキンが3体。時間まだあるね。時間まだあるから2体やってみようか。じゃあまずはアミダラからいきたいと思います。さあ、アミダラどんな感じ？ボムが出るって書いてあったな。よいしょ。わあ、やりづらいやりづらい。とりあえずスキル、とりあえずスキルみたいね。とりあえずスキルみたい。もう一個のアナキンが結構、そっちを育てないと発動しない感じはあったから、ちょっと期待ね、ちょっと期待。よし。サポイ入った。どんな感じ？ほう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 。お、なんか出た。おー、なるほど。そんな感じか。あ、でも、何回か切った後、入ってるな。スターウォーズ系、今回、ライトセーバー使う。おー、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 せい。最後、ちょっと静かに置いていくね。最後、地雷置いていくみたいな感じなんだな。もともとがどういう設定なんだろう。ちょっと偉そうな人だよね。1、2、3、4。ここ、なんかこう、しれっとボームをこう、仕込んでいく。これどういう意味なんだろうな。これも原作に沿って、こういう感じなのかな。ちょっとこう、地上波というか、なんかそんな感じなのかな。そういう舞台のトップの人なのかな。アミダラって、なんか偉い人なんだよ、きっとね。なんかちょっと、いけてないな。久しぶりのつむ。ああ、な、じゃあ、跳ねるの。跳ねるのは何？ほい、せい。ドン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 。なんか変なトカゲみたいなのが置いてった。これが下か。あれ、これあれ、さっきのあれは味方的、見た目で敵なのか。おう、せい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 。味方なのか敵なのか。よいしょ。あははは、いけてないな。俺いけてないな。まあまあ、どんな感じか分かった。もうちょい時間があるから、じゃあもう一体、じゃあ多分本命のアナキン行きたいと思います。さあ、ツムのスキルが重たそうだから、あ、これちょっと背景に馴染んでちょっと見にくいな。よいしょ。茶髪。多分強いんだろうな。どれでも聞いたことあるよ、アナキン、スカイウォーカー。せい、どんな感じ？せい。ほう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 。あー、切るのはオートで切ってくんだ。っていうことは、時代ループみたいな、どうなんだろうね。せい。あー、どうなんだろう。オートで切ってく。使い方なのかな。どうなんだろう。うまい人はどう評価するんだろう。せい。ほう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 。スキルが育っていくと、1つ切るのに20とか、もし消えるんだったらよ、ジェダイループに比べてすごい楽ね。ジェダイループは1つ切るのに20から30ぐらい消すから、その代わりに、おせい。時間止まってんのかな、ちょっと時間止まってんのかな。よいしょ。せい、ちょっとやりづらい。よいしょ。あー、ちゃ、これで入る。せい。時間止まってる。せい。ほう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 。ゆっくり切りたいところっていうか、タップのタイミングはこれで選べるけど、せい。ほう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 。どうなんだろう。強いのかな。わかんない。
わかんない。わかんない。せい。プンプンしてる、プンプンしてる、プンプンしてるな。ちゅうわけで、はい。とりあえず、出てきたシンツム、マスタールーク、ベン・ケノービー、メイス・ウィンドゥ、パドメ・アミダラ、アナキン・スカイウォーカー。これかな、やっぱり。マスタールークが、なんか一番強そうだな。これが一番なんか強そうな感じがするな。おじいちゃん。おじいちゃん。だね。まあ、とりあえず2体。これで、とりあえずスターウォーズツムは、とりあえずゲット。あとはスキルチケットで育てていくかどうか、ちょっとゆっくり考えていこうかなと。まあね、今月買い足し。あとはもう1体、どっかで出るのかな。コインが、19000。やばいね。やばいね。動物の森とかちょっとやってる場合じゃないな。しまった。動物の森恐るべしだね。またちょっとコイン貯め直して、また備えていきたいと思います。以上、4畳半のオカミでございました。また次回どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。